なんていうか、すごかった。本当に茜って思ったなあ。今日から黒川さんって呼んでいい？やめてよ。私なんかまだまだだなって改めて思い知らされてばかり。どうしたの？いい演技だったよ。うまかったってなあ。くれた、早く家帰ってく。こんなのあと1ヶ月もやんなきゃいけないの？先輩って本当に役者なんだね。私舞台とかよくわからないけど、子供の頃から演技の天才なんでしょ？私は天才なんかじゃないわよ。私は必死に食らいついてるだけ。板の上で好き勝手やって天才ぶるのは割と簡単なこと。本当に難しいのは、あの時の黒川茜は異質だった。別の何かも乗っていた。私には真似できない技術。ああいうのさらっとできるのが才能なのよ。